マホの方が好きだけど。いやまあテイラーをさ、すごい好きな友達がいてさ、うちのギターは、あ、それ飲んでいいっすか、すげー高いんだよ、40万ぐらい。俺、ヤイリのギターが好きだから。ヤイリヤイリ、赤になった、うん、さっきまで赤じゃなかったよね。吹いてる時は赤だったよ。赤だったんだ、うん、そんなに取られちゃうと恥ずかしい。よっしゃ、どうする、お開きかな、けるよ。俺朝までコースなんだけどな。泊まりコース誰が付き合うのコウ君。うん、なんかもうキムみたいよ。あ、コウ君も飲むんだ。あればね。じゃあゆりちゃん、てっぺんまで行こうか。てっぺん12時ってこと？午後20分しかねえよ、あと。ちょっと車できちゃったから飲めないのかな。あ、飲めないんだ。そうなんだよ、帰りだから。うん、できる、おいしい。食べて食べて。食べて。山三昧だね。うん。今週久々に山をお休みだよ。あ、そうなの。そうなるね。日曜日が雨っぽいから。あ、そっか。うん。ゆうちゃん、日曜日荒川山。行ったな。マジっすか。だけだね。いかない？現地だよ。ん？ん？まあないよ。朝までってことですか？朝までがないってことですか？いや、じゃあ、こっからはないだろう。え、朝まで？日曜日はきついよね。人お仕事ですよね。はい。うん、アキクさんは仕事ですよ、うん、明日も、ね、明日も暇なんです、給料前暇なんです。あ、給料日前が暇なんです。そう、1、2月はね、暇やっぱ。そうなんですか、みんな1年中暇だよね。ってそんなことないっすよ。まあ、1000円で行っていいって言うんだったら俺行く、ね、おっとポグどこ入った今。ポグ今どこ入った今。ここだけでいいって言ってた、それ。1000円でここだけでいい。そんなこと言ってない。1000円だけ聞いてって言ったっけ、うん、覚えてないの。ここだけ覚えてない。あ、まあ、ここだけ。ここだけだったら別に俺自分でやるよ。結構会話とかで毒を吐くタイプ、うん、アキクサさんは、うん、あの毒を中和するんですよ、うんうん、すごい、なかなか時には誰でもできる。ゆりちゃんは、ゆりちゃんは毒吐かれたら毒返す感じ。毒には毒を、毒には毒をみたいな。秋田さんは毒は中和でみたいな。今日そんな中和してない気がする。中和してましたよ。足りなかった。だいぶ中和してましたよ。でも毒吐いてなかったんだよ。気づかなかっただけだろ、うん、俺が。ああ、俺毒吐いてなかった。それは否定するわ。素晴らしい。今に髪切りっていいですか。うん、来て来て。うざいんですけど、もう髪嫁が切ってくれない。私、イケメンは苦手だからな。じゃあダメだ。手が増えちゃうかもしれない。速攻認めたイケメン。緊張しちゃうんですかね。ちょっとテラか。そう、イケメンのね。へぇー、これ。十分でいいかな。イリビーがないですよね。イリビー余裕。ヒロシのテラ。イケメン持ったら、お前、想像引けなきゃダメだよ。ダメだよ、それは。もう引き返せない。なんかちょっとその理論をやってみよう。いいね。お塩みたいじゃん、お塩。どや顔。横だけ。横向いてるじゃん俺。
ごい。でも練習なんかしてる。練習できる。ありがとうございます。ミュージシャンだなって感じ。よかったっすよね。最高。好きなミュージシャンつけて。よかったよ、覚え。アドリブ力を磨きます。この目標。クロスオーバーで。やっぱ音楽っていうのは楽しい。音を楽しむと書いて。今日は音を楽しめましたね。これぞ音楽。イエスかも。音楽にこそ今日はないね、その場でさ、みんなで合わせて。ギターすごいぞ、二人が。私は本当に。なんとか。そういうのはもう理論は。はい。お疲れ様でした。気をつけて。気をつけて歩けるイケメン。ゆうちゃん明日は休み？お、休み？明日暇？あれ？いや？いや。また女？また女？あだってどういうことですか？どうなったのこの間のクリスマスの。ごめん。三万したんだっけ？え？何？何が？おごったの？おごったの？三万。え、三万なん？一万三千じゃない？一人でしょ？え、何で？なんか高崎だっけ？作詞者。かどっかのなんかいいフレンチみたいなのミクシーで出会っただけの変なよくわかんない女に。やばい。なんかああ。名前言わないで名前やーみたいなハートハートみたいなメールをニコニコみたいなの送ってこれ俺の写メみたいな感じで顔も送ってそんなことをやって俺送ってないですもんねそうやめてください超イメージついちゃうそしてこういう時小川作るんだね24日にあれ送られてきたんだっけそれで24日になんかこう立て場じゃない高崎のなんかこう夜景が見えるようなレストランテみたいなところに行ってだいぶ作ったんですよだいぶ違うじゃんえ高崎ビューホテル分かんないけどそれでなんかなんとかで夜景を見てそれでまた会いたいんだけどって決め台詞を最後に言ったら彼氏がいますって言われたらなんだそれ持ってるなぁ。ね漫画ですやんそれ漫画ですやん合ってるでしょ合ってるでしょちょっと違うんですかちょっとしか違わねえじゃないかオチは合ってる。漫画ですやん最初に決まらなかった。漫画だね。そういうもんなんですかね。どういうことなんですか。それ多分ね、断る口実だと思うよ。そうですか。うん。いや、ヨちゃんにはもっと一度言うよ。マジですか。すごいゆりちゃん的な。おお、どこ吐きました今。今どこ吐きました。どこ吐きましたよ。優しいこの音。すっげえいい音すんねこれ。これも高いだろだって。これよりクラシック高いっしょ。これより高い。でも10万ぐらいです。8万ぐらい。しかももらったんですか。へえ。しかもアンプついてるね。アンプじゃない。エアコってこと。はい。どういう音をすればいいか帰って聞いて帰りたいんですよ。いっぱい弾けばいいですよ。いっぱい弾いてるんですけど。このままこうやって寝るの。